どうも龍神チャンネルのみやちゃんです。さあ今回も試合の動画をお届けしていきます。お相手は毎度おなじみになりましたが、スコーピオンさんとの試合をお届けしていきます。さあこの大会は、1節2節と、同じ相手と2回対戦する、素晴らしい大会となっております。さあそんな試合の先発はケイちゃんにお願いしてあります。キャッチャーはいつもピッチャーをやっているデンちゃんにお願いしてあります。さあどんなケミストリーが生まれていくか、幸先が読めませんが、さあその先頭打者はこっちが横飛びするもこれがセーフの判定。さあ打たせて取るスタイルを貫いてほしいところですが、次のバッターにデッドボールを与えてしまいランナー1、2塁。さあケイちゃんこういうコントロールが課題な部分がありますが、3番バッターはショートフライに打ち取ります。そして続いて4番バッターにレフト前にきれいに運ばれてワンアウト満塁のピンチを作ってしまいます。さあとにかく打たせてほしいところでしたが、ここで押し出しのフォアボールを1つ、続くバッターにも押し出しのフォアボールを与えてしまい2対0とリードを許してしまいます。さあしかしここはファーストフライに打ち取り、これでツーアウト。続くバッターはここはセカンドフライでスリーアウト。なんとか2点で抑えきります。さあ龍神の攻撃、トップバッターはフータ。フータここはピッチャーフライに打ち取られてワンアウトとなります。さあ2番バッターはアツシ。アツシボテボテのゴロですが、これをショートがエラー。さあここのエラーをきっかけに龍神逆襲なるか。さあ続くバッターは進塁打になりますが、ツーアウトからデンちゃん。デンちゃんフォアボールでランナー1、2塁。さあ続くバッターの点を取られたケイちゃんがライトオーバーのタイムリーヒットでまずは1点を返します。さあしかしこれは素晴らしい打球でした。さあ続くバッタームッキー、ムッキー引っ掛けてサードゴロとなりますが、これがファースト捕球しきれず一気にランナーが2人返り、タイムリーエラーの2点を返し、続くバッターは久々登場の長久さん。ここはショートゴロに打ち取られてスリーアウト。さあ1回裏早々に逆転を果たし2回の攻防に移っていきます。さあ少しリズムをというところでしたが、先頭バッターにフォアボールを与えてしまいます。さあここから粘りのピッチングを見せてほしい。まずは次のバッター三振。続くバッターここは変化球を打ち上げさせてショートフライでツーアウト。続くバッターこの鋭い当たり、みやちゃん前にできれずファンブルスルー。さあこれが二塁への強襲ヒットとなりますが、続くバッターこちらも変化球で打ち取ってセカンドフライスリーアウト。さあランナー出すものの無失点で切り抜けて、先ほどミスしたみやちゃんがこのサードへの鋭い当たり、サード捕球しきれず内野安打。汚名返上のヒットを放ちすかさず走っていきます。さあノーアウト2塁からバッターコッチ。コッチこの泳いだ当たりが伸びて伸びて伸びてレフトの頭上を越えていく。ランナーのみやちゃん悠々ホームインで4点目をゲット。しかしここのよく伸びましたね。さあ続く風太、変化球引っ掛けてしまいますがサードが捕球しきれず、
さあここで龍神仕掛けていきます。風太がフライング気味にスタートし、わざと挟まれる。さあ挟まれてこっち行けたら行っていいぞというところでしたが、ファーストが投げない。さあランナー2、3塁となります。さあこの同様につけ込んでエンドラン、当てるのがうまい。厚志が転がして一気に2者が生還、6対2。フーターナイスランでした。さあ続くバッターは田地さん。田地さんはここも変化球引っ掛けてしまい、カーブが転びながらアウトを取ります。さあバッターデンちゃん、デンちゃんがお手本のようなクリーンヒット。これが打球が速すぎて左中間を一気に抜けていく。打球はフェンスまで到達する間にデンちゃんが二塁を蹴って一気に三塁まで到達。ナイスバッティング、しっかりと変化球待って捉えました。さあ続くバッター、先ほどタイムリーのケイちゃんでしたが、ここは速球を捉えきれず三振。さあ3回の攻防に入っていきます。そろそろ3人で切る回を作っていきたい。しかしまたも先頭バッターフォアボールで出してしまいます。さあしかし続くバッターはサード田地さんへのファールフライでワンアウト。さあそして続くバッターにもフォアボールを与えてしまい、ランナー1、2塁。さあここでどうやって守っていくかが非常に大事なところ。ここでダブルスチール、ケイちゃん1回振り向くがしっかりと送球して、さあランナーが挟まれる。ここで1塁ランナーをタッチアウトして、3塁ランナーがまさかのアウトカウントを間違えてしまい、ラッキーなダブルプレーを取って3アウト。さあ3回の裏、先頭バッターはムッキー。さあこれもファーストが捕球しきれず、すかさずスタート。さあこれは送球できずに難なく二塁を落とし入れる。さあそして一気に三塁もこれで落とし入れる。ちょっとどういう風になったのか分かんないですけど、とりあえずセーフでした。さあそして長久さんがこのキュルキュルでムッキーがホームインして7点目をゲット。さあ先ほどヒットのミヤちゃんでしたが、ここは高い高いショートフライに打ち取られます。さあ続くバッターこっち、先ほどいい当たり放っています。ここでもうこれはどういうあれなんですかね。さあその直後、これは大きく打ち上げてしまい、センターフライと思いきや切れていって、まさかのツーベース。さあもうなんかもはやちょっと叫んだ方がいいんじゃないかなって思い始めましたね。しかしナイスバッティング。さあそして1番バッターのフーター、これがレフト線へのタイムリーヒットになって、こっちは悠々ホームイン、8点目をゲット。いやしかしフータも上がってきましたね調子。さあ4回の攻防、さあここはピッチャーのケイちゃんが踏ん張って一塁送球、ワンアウト。続くバッター、ここはサードゴロを打たせて、サード田地さんが送球してツーアウト。さあここでどうしても打ちたいこのバッター、実はこちらの方、この白い日の大会ではね非常に有名な方ですね。尊敬はしておりませんが。さあまたもここで緩いカーブを引っ掛けさせて、田地さんが送球、スリーアウト。さあ3人では終わりませんでしたが、いい形でした。
さあ両陣の攻撃、ここは内野安打かな。さあサティオさんが内野安打で3、そしてケイちゃんが素晴らしいバントを見せてくれます。さあとにかく徹底してランナー2塁の状況を作るのが今年の龍神野球。さあ続くバッター、ムッキーの当たりはピッチャーフライ。さあこの長久さんの場面でパスボールでランナー3塁の状況を作ります。さあしかしここは高めの速球に釣られてしまい3アウト。さあ5回が最終回となります。この回からピッチャーこっちにお願いしました。まずは先頭バッターをセカンドゴロに打ち取り、さあここでフォアボールを与えてしまうものの、ここはファースト敦志がしっかりとチャージして二塁でアウトを取る。ナイスプレイ。さあそして最後のバッターはピッチャーゴロに打ち取って、これで試合終了。さあ試合は8対2で勝利を収めることができました。結局はまあ初回の押し出しの2点で、攻撃を防ぐことができました。まだまだ試合続いていきます。今回の動画は以上になります。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。